皆さんこんにちは、キャンバスゴルフのアッキー永井です。本日も、レッスンをお届けしていこうと思います。で本日はこちら、ジャパンゴルフスクールさんの一角をお借りして撮影をしております。で今日はですね、最近ショート系の動画の投稿が多いわけなんですけども、ご質問をいただいたので、これに答えていきたいなと思っております。でどんな動画に対しての質問だったかというと、今皆さんが見ているアングルからするとダウンスイング中にこう右サイドがねこう前に出てきてしまう、この原因っていうのは腕のこのローテーションが発生するときにですね、左側が支点になってますよと、右側が支点になれば手元っていうのは体にどちらかといえば近づく動きをするんで、右肩が出る見た目にはなりませんよ、そんな短い動画を投稿しました。でこれなかなかね、短い限られた時間での動画なのでしっかり説明はやっぱりされてないんですけども、こんなご質問をいただきました。グッディさんから、コメント読むと理解できている人とそうでない方がいるみたいですと、私かっこ初心者もこれを見ても未だにわからないので、このテーマで通常の動画を作っていただければ幸いですということで、やっぱりねこの短い 2,30 秒の動画じゃね伝わりきらないと思いますので、今回はこれを機にこのノーマル動画でこの現象とかね、ローテーションの話とかを解説していきたいなと思います。それではやっていきましょう。はい、ということで早速解説していきたいと思うんですが、いきなり動画にあったテーマの右が視点とか左が視点という話をしだすと難しいので、もっともっと基本的なところから説明をしていきたいなと思います。でどういう段階で説明をしていくかと言いますと、まずローテーションってなんだ、今回のテーマでいうところのローテーションはなんだということと、ローテーションは使うべきか使わないべきなのか、ローテーションはどこで起きてどうやるの、ローテーションの視点の左右とはどういうことか、この4つにちょっと分解して段階的に説明をしていきたいと思います。で今回扱うローテーション、ローテーションって英語で回転って意味ですけども、ローテーションは主に、アームローテーションと言われるもので、ざっくり言えばこういう腕の回転の動きでございます。手首のパタパタする動きとか、この縦方向の曲げる動き、これは含みません。あくまでこの上腕と前腕の回転です。上腕のこの回転のことを内旋と外旋って言いまして、発生しているのはこの肩甲上腕関節、ここから発生している動きですね。で次が前腕といって、ここの部分ですね、肘から下、手より上で、ここの部分がいわゆるこの手のひらを返すような動きを発生させているわけなんですけども、おおむね肘の近くで起きています。これは実際はどういうことかっていうと、こうやって腕を見た時に下側に尺骨、上側に頭骨が来ております。そしてこの頭骨と尺骨が2本がすれ違うような動きをすることで、この手のひらを返す回転が生まれています。この関節のことを頭尺関節と言いまして、前腕の場合は上腕と異なって運動の名前が違います。内側に回ることを回内、外へ回すことを回外と言います。で、この上腕の外旋内旋、前腕の回内回外、こういったものを組み合わせてゴルフの中ではこういうね腕の回転があるわけです。でただそれをこう細かく言うと今みたいに複雑になってくるというか、なんか言葉をね暗記しないといけなくなってしまって難しくなるので、私は主に動画だとローテーションってまとめちゃってます。なので逆にそれが混乱を招くこともあるかもしれないんですけども、詳しく説明するとそういうことになってます。はい、でこのローテーションなんですが、ゴルフのスイングの中でどういう作用をしているかと申しますと、この状態、このアドレスした状態のところから右90度までクラブを回します。ここですね、ここから反対側180度、ここですね、この
動きっていうのはローテーションで行っております。まあ、ここに途中で縦に垂らす動きを、まあ、混ぜていきますと、まあ、半円を描くわけですね。なのでこのローテーションをすることで結構なクラブの運動量を稼げますんで、基本的にはゴルフのスイングの中で使う運動だと考えていただいて問題ないかと思います。まあ、逆にね、前回ちょっと違う動画を出したこともあるんですけども、ローテーションが一切ないスイングってどうなるかっていうと、こういうことになるんですよね。こう、まあ、これじゃやっぱりしっかり振れませんし、スピードも出ないですから、まあなんか打てなくもない気はするんですけど、ちょっとだけやってみましょうか。ローテーションなしスイング。非常に難しい。で、これがローテーションを加えることでいきなりスイングがかっこよくなるわけです。さっきと同じポジションまでローテーションなしで一回上げていくと、こうですよね。だったのが、こういう形になります。でまたちょっと元に戻して、ローテーションなしでここまで来ます、ね、ここまで来てこうして、でちょ、まあ、そうするとこんな形になりますから、このローテーションがないといわゆるゴルフスイングの見た目にならないんですね。こちらから見るとこっから今ちょっと肘たたんでこうですね。また戻して反対側行きましょうか。お、ローテーションこれなし。ここにローテーション加えます。ペッ、で、まあ、手首と肘曲げてこう、そうするとまあぽいですよね。ちょっとこれで打ってみましょう。このローテーションの動きっていうのが加わるだけで随分とね、楽にクラブのスピードを稼ぐことができて、まあ、打ちやすくなるし飛びやすくなります。ということでここまででローテーションは何ぞや、あるのかないのか、まあ、そういった話をさせていただきました。で次はローテーション、じゃあこれ、まあ、腕が結構動くんでしょうと、それってどうなの、使うべきなの、そうじゃないのっていう、この議論もよくあるので、次はこれについてお話をしていきたいと思うんですけども、結論から言うとローテーションはあるべきと思います。さっきと同じ事情で、まあ、しないとそもそもスイングとして成り立たないっていうのもあるんですけども、皆さんローテーションっていうとおそらくその引っかかるのが怖いっていうイメージあると思うんですよね。やっぱりこうえいってこうやりすぎてしまって体が止まって左に飛ぶっていうイメージを持っている人がいると思うんですよ。ただどちらかというとこの右回りしていた体の右方向にひっくり返していたものがこっちに行く運動というよりかは、クラブを自分の右斜め後ろにとどめていく、要するにこのバックスイング側のローテーション、これが結構パワーを出していくのに、まあ、肝になると思うんですね。まあ、なのでローテーションはまあ使うべきだろうと。でその理由をちょっと今簡単に説明したいと思うんですけども、ちょっとこれ第一印象で考えてみてください。このインパクトとこのインパクトだったらどちらが飛びそうですか？これとこれで、これ正解は2つ目の方です。クラブがちょっと自分の後ろにやってしっかり体が回ってボールにヒットすると。打球とかも似てるんじゃないですかね。やっぱりこう体の後ろにちょっとこうクラブがあって最後にこう来ると。でそうじゃないとこの伸びしろのところで打てないので、これだとちょっとこう旨味がないんですよね。もうクラブだけ先に行っちゃってるところで打ってますから、なんかこう突き指しながら打ちに行くような格好ですので、あまりこうボールを圧迫しに行けないですし、もうクラブヘッドが先に行ってるってことは体の向きがこっちなんですよね。まだ自分がターゲット方向を向けていない
時に、まあ、勝手にクラブだけ先に行っちゃって打っているっていうことなので、要するに体をこう使い切る前にボール飛んでっちゃってるので、こう力が伝わらないんですね。一方クラブがちょっと後ろにあれば、うわー、しっかり体を使ってから打つことができるので、まあ、力が伝わると。でこの体を使うための時間を稼ぐためには、ちょっとクラブが、ちゃんと言うとクラブヘッドがね、クラブヘッドが、自分よりも後ろにいてほしい。で体が待ってきてバコン打ちたいわけです。ですので何もそのこれだけの話じゃなくて、実はローテーションっていうのは、まあ、開く方、ね、バックスイング側のローテーションもあるし、ダウンスイング側のローテーションもあります。で、特にですね、このバックスイング側のローテーションがちょっとないと、いわゆるこのレートヒットっていう形ですけども、日本だとそのハンドファーストって言いますけどね、この格好が作れなくなってしまうんですよね。ですからローテーションを使うべきかそうでないかと言われると、使うべきだと思います。ただ閉じる方向に一生懸命使うというよりかは、クラブヘッドを遅らせるために使う必要があると。でもちろんクラブヘッドが遅れていてレートヒットして、この後っていうのはクラブヘッドが最速になりますんで、ヒューンと、まあ、クラブが走って、それによって、まあ、腕もひっくり返り、シュッとフィニッシュに収まっていくという感じです。はい、ということでここまでがローテーションは何、どこで起きてるの、使うべきなのかそうでないのか、まあ、こういった話をさせていただきました。